準備はできている。これで全ての決着がつく敵も今までにない数だ。私たちの待っているギルを全て渡そう。9500ギルをもらった。じゃあ自分で倒すか。これは最後か。今回倒すか。どのくらいかな。これは何だ。これ爆破投下ワーカー使うか。じゃあこれ、これは何だ。これは何だ。ファイヤーか。ファイヤーしよう。どっちの方がいいかな。そしてディフェンダーとか、一人のファイター、アタッカーか。誰、ディフェンダーどこ。そしてディフェンダー、こっちもディフェンダー、アタッカーとか。そしてヒーラーさん、そしてシューターさん。それはいいか。シューターさん。シューターさん。それはいいかな。じゃあ、倒す。あ、ワーカーさん。あ、ワーカー必要か、これ。これ大丈夫。自分でやるか。それだけ。あ、そっか。はい、余裕です。人肌あげる。彼女はファッションの世界で人肌あげるためパリに行きました。人骨折る息子ヒーラーさん、これだけね、ヒーラーさん。忙しいね、ヒーラーさん。息子の就職のために友達が人骨折ってくれました。一息入れる。ここで一息入れましょうか。一息つく。中間試験が終わって、じゃあ、誰強い？お前強い？いや、タカ、これはタカ。ファイターか、タカさん。よし、タカさん。ちょっと待ってしましょうか。あ、そうだな。シュータさん、こっち来る。こっち来る、シュータさん。え、みんな、攻撃しましょう。ヒラさん、スピードアップしよう。直せ。じゃあ、これはワイヴァン攻撃。アタカさん、この、なんというやつ攻撃。ヒラさんよくやっている。ディフェンダーまだ、ああ、アタカさん、来い、手伝って。いや、バーベリンか。ああ、タカさんも。お手伝って、だいたい真ん中来るく。いや、そろそろ。ヒーラーさん、誰か修理しよう。ああ、逃げろ。なんでそんなに近いに行ってるバカよ。シューリーさん、このディフェンダー、シューリーしよう。これ12匹。ディフェンダーさん、あのバーベリアン倒せ。いや、とりあえずこのバーベリアン倒せ。
その後このベベリンカウス。ディフェンダーさん。ちょっと遠いだけど行け。いえ、こっちか。うん。ああ、ダメ。いや、死んでいる。俺の罠やつ死んでいる。いや、ダメ。侵入しちゃった。リベンジャー、死ね。もう終わりね。ボスない。ああ、これはダメね。負けた。数少ない。敵が多いすぎる。ああ、負けた。大丈夫かな。でも最後からちょっと勝ちたい。そうだな、本当に。本物の勝ち。もしクラウドまで行けるなら負けたね。クラウドまで行けるなら負けた。どのくらい？まだボスない。まだボスない。このどのくらい敵がある？この敵に侵入された。まあ敵弱いからどうでもいい。でももし本当に倒すなら何か手に入れるかな。いやでもいらない。多分いらないね。このくれたゴミ弱いね。やっぱり弱いすぎる。普通に倒せるこの弱いやつ。そうだな、難しいはあの弱い坊主たちで、あの作戦ゲーム倒せる。それはかなり難しい。一息入れる。ここで一息入れましょうか。一息すく。クラウンバリア。ああ、自殺した。本当に弱いね。インベリアルガード。すごい、ありがとう。それでも死んだも来ないだろ。よし、この、終わりし、うわ、飛んでいる、わし。まあいい、これは、別に、そうだな、進みましょうか、別に。倒す必要ないだろう。はい、進みましょう。めんどくさいから、とりあえず進みましょう。あ、死んだ、そうか。はい、さよなら、わし。今の光はコンドルが卵が歯すまないが、そこの扉から出て確認してくれない。はいはい、ミティアかチョコボか。俺のものフィニックスのミティア。これ太いチョコボ。まあいい。どこ行くかな。行ってしまったな。親父にも報告しておいてくれよ。報告。何？ああ、君たちか。本当にありがとう。親父にも報告しておいて。
よし、坊主終わり。よかった。最後に失敗しちゃったが。めんどくさいから。そして時間かかるから、別にやりたくない。どうかな。いえいえ。本当にありがとう。差し上げるものは何もないのだが、いつでも止まれるようにしておくから使って。そうそう、それと言い忘れていたことが少し。キーアイテム、ヒュージマテリオテン。よし、キーアイテム。あん、これがどうした？おお、でっかいミティラだ。実はこれがあの、まあ、コーロの中にあったマテリアなのですよ。つうことはよ、俺様たちゃ、何のために戦ったんだ？私たちが守っていただいたのは、まあ、コーロなどではなく、コンドルの生命の宮ですよ。あの、もコーロを建設するときには、私たちも手伝わせれたのです。ですから、まあ、コーロないうちのことは知っていました。いつかこういう時が来ると思って、シンラがいなくなって、あと忍び込んでマテリアを持ち出しておいたのです。騙すつもりではなかったのですが、結果的にはそうなってしまいましたね。申し訳ありません。そんなこと、もういいよ。とりあえずは生きているからな。そうですか、そう言ってもらる、言ってもらうと、言ってもらうと本当にありがとうございます。神羅が習うヒュージマテリア、あとはジェンノンの快速、まあ航路のにってか、先回りして絶対に止めるんだ。でもよ、いちいち俺様たちが邪魔するからよ。神羅だって少しは警戒してるはずだぜ。ここはちっとばっかり間を置いて、その間にあいつのところへ行ってみねえか。クラウドだな。ああ、それにティファもぶっ倒れちまってんじゃねえかと心配だしょ。で、様子を見に行ってみねえか。ミディルへよ。そうか、クラウドの街はミディルというか。皆さんありがとう、本当にありがとう。差し上げられるものは何もないのだが、いつでも止まれるようにしておくね。そうかな。まあ、そうかな。多分戻れないから。最後の昼休み。おい、休もうぜ。休もうぜ。おう。おう。おう。じゃあ、このフェニックスマテリアなんだろう。そうだな、フェニックスマテリア、いいマテリアかな。いや、赤だな。赤はあの習慣のやつ。ゴミね、ゴミいらない。フェニックス、炎か。別にいらないかな。炎のフェニックスしようか。次はクラウドの場所。坊主たち物語も終わり。よかった。めんどくさいやつら。作戦ミニゲーム、ちょっと時間かかった。そうだな。ああ、チョコボ。俺のクラス C チョコボ。クラウド。こっちできないか。
だ生きているか。ダメだわ、クラウド全然良くならないの。私どうしたらいいのか。もしクラウドがこのまま一生治らなかったら、キャ、地震か。奴らが来る。なんだってクラウド。うわ、チェコショー一体どうなって呼んだんだ。大丈夫クラウド、ティファちゃん、まさかこれで。よし、クラウド進んでいる。奴らが来る。医者ちゃん、これはいかん、でかいぞ。変態女、キャー、私ダメなのよ、地震。これ地震か。よし、外に出ようか。なんでこりゃ、地下のライフストリームが地表に吹き出すってのか。おい、あれはやべえぞ、こりゃ。シド、どうしたの。なんでもねえ、クラウド一緒に中にいろ。でも、心配すんねえ、この俺様がそう簡単にくたばってたまるかってんだ。気をつけて。よし、行くぜ、目に物見せてやれ。やれ。ああ、なんだ、竜。しかし、ウェポンの野郎めが。よりによってこんな時に現れやがって。なすよいか、これ。さあ、来やがれ、こんちかしょうめ。ああ、いつセーブし、ああ、クソの坊主たちの前に。ああ。多分弱い、これ。そうだな、多分弱い。簡単に倒せるだろ。いや、バレット、普通の攻撃。レッド、隕石どこ。コメテオ、ちょっと強いね。あ、リージェンしよう。みんなリージェンしよう。コメルーラ、どう?コメテオ、これ強いだろ。かなり強い。強い攻撃見つけた。リジェネ。シッドのリミット使おう。バレの魔法ないか。ブースト。これは、いや、くれるかな。くれるしよう。とりあえず。シッド死んでいる。そうだ、犬の。死んでいる。死んだ。ああ、クソ、バレ。創生もったいない、バレ。何をやってる、バカだ。コメテオ、逃げた。勝った。大丈夫。大丈夫ね、スーッ。指導。俺の経験しない。なんで立っている、シード。お前死んだ。違う、ショーメン、逃げるってのかよ。幽霊、シードは幽霊です。チェ、あともう少しで、やっつけられるとこだったのに。ライフストリームの方も、どうやら収まったみたいだな。チェ、まさか。これはやべえ、ストリーム本流の吹き上げか。さっきまでのやつなんか比べもんになるねえくらい。どうでかいのか、来るぞ。ダメだ、逃げろ。でもティファとクラウド、魔法解いて。バカ野郎、人のことを心配している場合か。いつストリームが吹き出すか。うわぁ、時間がない、急げ。ああ、
Tifa, claro, negro. Omae wa modoru いかん。いや、いやがもう足んぞ。急げたまえ。はい。よし、クルメス、行こう。いい、クラウド、行くわよ。押せ、押せ。ああ、このカッシンのクラウドもっと元気らしい。 よし、泳げるかな、クラウド。泳げるかな。泳げる。泳ぐ。泳げる。多分泳げるね。なんだ。ティファ重い。クラウドも重い。なんで沈んでいるこの二人。 ぐる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 ティファ。ティファは時計になった。真っ暗なんだよ。ここはどうなったの？私死んだかな。クラウドはどこ？動ける？いやいや。 何？誰？誰なの？聞こえないよ。この真っ黒な場所、どこだろう？ちょっと待って、私そんなの知らない。違う、私じゃないよ。私そんなことしない。いや、やめて。中に入ってこないで。 誰か助けて。お願い。助けて、クラウド。いやー。なんだ、これはクラウドの状態と同じかな。2台クルメイズ。 クルメイス必要だ。二人のクラウドなんだ。いや、三人。ここは三人のクラウド。クラウド。どうしたの、クラウド。一体これは。この大きいのやつもクラウドか。ここはあなたの夢の中、それともあなたの意識なの。ああ、そうか。高いクラウド、そうか。探してるのね、クラウド、自分の。 手伝うよ、私も。本当のあなたを取り戻すため、一緒に頑張ろう。でもどうすれば？よし、動ける。まず上のクラウドか。こんにちは。ニブルヘイムの門。5年前、セフロスと共にこの門をくぐり、そして全てが始まった。 閉じているの、ニブルヘイメに。そうね、確かにそこから始めるのが一番なのかもしれない。ニブルヘイメの門がね、全て閉まった。行ってみましょう、クラウド。辛いかもしれないけど、私がついているから。 クラウドのニブルヘイム。これは偽物の記憶かな。
Hola, claro. Hola, hola. Kyushu Itokaru. Oji-san no yado ya mo aru ne. Murude ichidai kiri no toraku. Watashi tachi ga kodomo no koro kara koku ni yattan da yo ne. Kore ga anata no kiyoku no naka no Nibelheim na no ne. Watashi no Nibelheim to onaji. Da kara koko wa watashi tachi no Nibelheim da ne. ここに2人のソルジャーがやってきた。ゼブリオスと若くて陰気なソルジャー、ユケかな。その時の様子、もう一度教えて。私、セフィロス。どんな気分なんだ？5年前、私はこの字との動き始めて本物のセフィロスを見た。久しぶりの故郷なんだろう。どんな気分がするものなんだ。俺には故郷がないからわからないんだ。両親は、この人が英雄セフィロス。母の名はジェノバ。俺は住んですぐに死んだ。父はクラウドが憧れていた最高のソルジャーセフィロス。でもね、正直に言うと、なんて、冷たそうな人って思ったの。俺は何を話してるんだ。さあ行こうか。嫌な予感がしたの覚えてるわ。よし。入った。クラウドはクラウドに入った。違うのクラウド。言葉にすると恐ろしいことになりそうで、ずっと隠してた。でも今は隠さずに言うね。あなたはいなかった。クラウド、5年前あなたはニブレヘムには来なかったのよ。私、待っていたのよ。でも、クラウドは来なかった。ジーハーやされてきたのは、セビロともう一人。あの時、そうだ、あの時、はやか。そうか。黒いやつ、黒セフィロスと黒頭クラウド。さあ行こうか。セフィロスと共にニブルヘムに出向いたソウルジャーはクラウドではなかった。私にはもう何も言えない。答えはあなたが自分自身で見つけなきゃ。それが見つけられないとあなたは、急がないでクラウド。ゆっくり少しずつでいいのね。なんだね。このやつは終わりか。セブロと共にニブラヘムに出向いたソルジャーはクラウドではなかった。まあ、1匹目のクラウド終わり、2匹目かな。2匹目誰？お前か。それともこれ。これは最後らしい。最後かな。どっちかな。まあ次回かな。ちょっと休みます。いや、なんだ。休憩。いや、一息します。一息入れます。